はいどうも、西高一の西ゆきです。本日は横須賀に来ております。海ということで気持ちいいですね。じゃあ横須賀といえばあそこに行ってみようと思います。打ち合わせに行く前にですね、ちょっと腹ごしらえがしたいということでですね、横須賀の近所の方に教えてもらったお肉屋さんがやってる焼肉屋さんがあるっていうことで、はい、こちら焼肉タイガーさんお邪魔しております。なんか取材 OK らしいんでちょっと潜入してみたいと思いますね。はい、こんな風にタイガーというお店になっております。こんにちは。あ、カメラ映っても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。すいません、よろしくお願いします。なんかお肉屋さんがやられてる焼肉屋さんなんですよね？そうですね。あ、そうですか、すいません。じゃあどちらで？あ、どちらです。あ、すいません。はい、はい、メニューこんな感じっすね。ということで昼間から贅沢に肉焼いていこうと思います。いやー、昼とは思えない豪華さっすね。こちらが追いだれで、こちらがすだれってきましたね。こんな感じです。贅沢感ね、やばいっす。すごい量来ちゃいました。あとこちらナムルもついてますね。果たして全部完食できるのかな、これ。まあ、とりあえず焼いていこうと思います。かなり多いですね。熱いのでこっち。はい、焼いていきます。豚と鶏とあと牛らしいです。じゃあスープから。ナムルです、これ果たして全部食べれるんですかね、僕ね。まずこちら豚肉からいってみます。うまい。こちら牛肉です。これ食べたらちょっと食べるのに専念したいと思います。かなり美味しいです。じゃあ一旦さようなら。いや、焼肉タイガーさんめちゃめちゃうまかったぞ。めちゃくちゃ美味しかったですね。これぜひ横須賀来た時には皆さんおすすめです。でもね、すげえ量が多いんで皆さん気をつけてください。すんごいです。もうお腹パンパンです。では目的地に行きたいと思います。ごちそうさまでした。ということでですね、スタンドマイキーさん、メガネのことをね、聞きたいなと思って来てるんですけれども、なんと、ヘルズマーケットさん、会社になったみたいなんですよ。で、マイキーさんも、なんか、下にいるみたいです。なんすか、会社って。なんすか、会社って。法人化。法人化。ずっと一緒にやってくんで、一個になっちゃうみたいな、マージンブーみたいな感覚になってる。なるほど、吸収、セルみたいな。あ、セルみたいな、なるほど。ということらしいです。で、マイキーさんに何を聞きたいかというと、この間、40万円のメガネ、はい、何でしたっけ？タートオプティカル。タートオプティカル、はい、40万さすがに買えないんで、なんか
程度のいい中古なんかないのかなって思って、それ行きたくて今日来たんですけど。ありがとうございます。ありそうなもんですか。タートオプティカルの中古の状態のものですかね。はい、はい、あるんですか。一応サイズをちょっと見てみたいです、ご確認いただいて。はい、ありそうです。はい、一応まだちょっとメンテナンス中ではあるんですが、はい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 、はい、グレーが一応中古の状態ですね。これちなみにいくらなんですか。これで5万5千円。5万5千円。はい、あ、でもいい値段ですね。でこれが一応メンズの最大サイズです。かけてみる。あ、もちろんです。あ、かっこいいな。これがあるからいいんですか。これがあるからいいです。すいません、素人で。これなんか耳に見えば合わないんですよね。あ、それ調整できる。できます。あ、いかがですか皆さん、これは私は購入すべきでしょうか。お、かっこいい。このいいっすね、レンズの入ってる感じが分かる、分かるんですもんね。レンズがこの辺りになるんです。あれ、さっきもう一本持ってますよ。はい、もう一本が、新品の状態になるんですか。先生、40万のやつでしょ。それはあの40万のやつでしょ。ただこれがですね、はい、ツートンの2色のタイプになるので、これはまたお値段全然変わります。あ、かっこいい。このツートンおしゃれ。ちょっとかけてみますか。もちろんです。あー、でもこっちありかも。すごいかっこいいですね。かけやすい。これいいかも。こっちだとこの当時のペーパースリップがついてます。はい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 、はい、で、なんとなんとこれで、はい、お値段、はい、6万5千円。あー、マジっすか、マジっすか、マジか。ちょっと待って、うわ、これは超迷うな。え、ぶっちゃけどっちが似合った、これとこれと。こっちは似合ってないですか。もう一度かけ比べていただいていいですか。はい、あ、そうですね、こちらだと、うん、結構濃い色を入れてあげてサングラスでもいけるサイズ感ですね。でどちらかというとこっち、うん、一回り左右で2ミリずつ小さくなってるんですが、こっちだと薄めの色でメガネっぽくも、うん、サングラスの薄めの色なんか使い方もできるかな。あ、サングラスとしてどっちかとして言ってほしい。サングラスだともこっちだと思います。うわー、いや、人生初スタートだもんな。で、ここからフィッティング、歪み直しと人生初スタート、これか。いやー、でもかっこいいな、これ欲しいな。行きましょう。そう、でもこの後ろのこの感じがどうしてもね、なんかちょっと気になりますかね。そうなんですよ、これこっちも落ちないんでしょうけどね。そうなんです、夏とかやっぱずれんすよ、ね、そうなんですよね。俺はもう絶対これがいいです。逆に、あ、いる派。あ、もう絶対いる。もうね、やっぱ初めてのことはやっぱ挑戦していかなきゃいけないんで、このやっぱこれこっちかな。そうですね、あとはこれからもうちょっと先の時期、このジャケットを羽織られるようになった時に胸ポケットに入れてあげるとまたすごく遊びが効いてくるんですよ。というのも、まあ、一般的なメガネだとこういった状態で入ると思うんですが、このワイヤーのタイプだとこうなる、はい、ワンポイントまたここにワンポイントできるってやつですね。何入れてるんですか、はいはい、絶対聞かれます。メガネですと、はい、これが定番のスモークの2号っていう。はいはいはい、はい、で目元がまあ、ギリギリ見えるぐらいの描きやすい色ですね。あ、ちょっと見ていいですか。見えるんだ、はい、あと普通に全然平気っすね。おいくらでしたっけ。5万5千円です。5万5千円かー、高えなー。5万5千ですって、皆様怒られるよ、奥さんに。ヴィンテージのメガネ。そうなんですよね、そうなんですよね、年々上がるんで。そう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 。でも俺リアルにでも使っちゃうから。2万円ぐらいのものを2本3本というより。あ、そう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 、絶対そうですよね、はい、それはそう思います。あー、迷うよ。いや、でもこれも気になる。これデザイン超かっこいいっすよね、これ。そうなんです、デザイン超かっこいいんだけど俺がいまいち似合わないっていう。あ、そうですか。うん、っていう感じがするんですけど。この感じ、車乗るからドイツのやつとかみたいな。ドイツのやつ。あー、似合いそう。ちなみにそのドイツっていうのは、はい、いやでもやっぱ愛着湧くのは一本ガツンといったやつの方がいいんだよな。次はドイツのメガネを見せていただきます。この辺りです。結局かけてみます。はい、
なんか今もう髪がもじゃもじゃだからな。井上さんとこの陽水さん。確かに井上さんとこの陽水さん、ちょっと濃くなりますね。ホテルはリバーサイ、川沿いリバーサイ、遊びもリバーサイ、リバーサイ。怒られるわ。いただきました。すみません。ですね、いろいろ見させていただいたんですけど、はい、こちらのタートですか。はい、こちらの人生初タートになるんですけど、買います。ありがとうございます。買います。僕は思うんですよ、やっぱり欲しいものを普段から身につけてる方が絶対にテンションは上がるし、豊かな人生が送れると思うん でこういうなんかヴィンテージのメガネって出会いなんですよね。はい、だからやっぱある時に購入しないと後悔しちゃうんで、購入を決断しました。私ですね、こちらを、メガネじゃなくて、今後サングラスとして、はい、使用していきたいんで、じゃあその辺の調整みたいなことを今やってもらいます。はい、じゃあお願いいたします。で今からこのメガネの方を調整していただくんですけど、どういう風な感じですか。今こんな感じになってるんですけど、はい、どうですか。これから右耳の方の、耳へのかかり具合を、かかり具合は右耳がちょっとね食い込む感じなんですよ。はい、でそれを直していただけるという。はい、では一度お預かりします。はい、すいません、お願いします。はい、こうスタンドマイキーさんでメガネ購入するとその場で調整もしてくれてね。この機械は何ですか。これがフレームヒーターという機械でして、この筒の部分から、はい、電子レンジと同じ熱が、はい、出てきます。はいはいはい。で、これを全体的にメガネに当てていって、レンズを入れたりだとか、はい、歪みを直したりだとか。でこのフレームヒーターもヴィンテージ品です。あ、このフレームヒーター自体がヴィンテージ、はい、なんか僕自身の生活は結構ヴィンテージまみれの生活になってきてますね。ついにメガネまでヴィンテージかっていうね。メガネのヴィンテージはでも初めてですよ僕。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。これまでなんか普通にレイバンとか、とハイブランド系のメガネとかを使ってたんですけど、これ前回のマイキーさんと話した時に、もう絶対ここでメガネは買わなきゃダメだろうって思って、ありがとうございます。はい、でなんかやっぱその、キーワードとしてはそのタートオプティカルっていうのがものすごい僕の頭の中に残って、あれそういえばあれ編集してて思ったんだけど新品だったぞと思って、あれもしかしたら中古があるんじゃないかなと思って今日聞きに来たんです。ありがとうございます。あってよかった。これ初めて中古の状態で入ったんです。マジっすか。はい、ほとんど本当に出回ってなくて。やっぱね、奇跡ってこういうことなんですよね。やっぱりタイミングなんです、全てが。いや嬉しい。じゃあ今日来てラッキーってことっすよ。はい、そうですね。実は今日この後の、お客様も少しこのフレーム気になってるっていうことだったので、もうもうタイミングがまさにっていう感じですね。次のお客様すいませんでした。すいません、私が買わせていただきました。申し訳ございません。それもまた縁っすもんね。そうですね、もしかしたら逆だったかもしれないから。そうですね、さっき売れちゃったんですよタートってなる場合もありますからね。ありますあります。そんなこんなしてる間に調整が行われております。どうでしょう、一度お試しいただいて、はい、じゃあできたということなんで一回かけてみようと思います。はい、今軽く広げさせていただいたので、はい、一度お試しください。あ、全然違うやん。あ、全然違うやん。あ、でもなんか今度逆にどうですか、これ外に行き過ぎてるっていう感じじゃないですか。あ、そうですね、外側にちょっと開いてしまいました。で、これを、今また、首元ですね、はいはい、内側に合うように今度内側に絞っていきます。わかりました。はい、じゃあちょっと一回また外します。はい、ありがとうございます。でこれフロントのこっちの歪みを直してあげるとまたグッと合うようになってくると思うので。あ、分かりました。はい、楽しみ。なかなかサングラスなんか買わないですからね。1本買ったらそれを結構ずっと長くつけちゃうじゃないですか。ね、でもこういうお店に来るとやっぱまた欲しくなっちゃうから、一回ね、皆さんもね、お話、いろんなお店どこでもそうですけど、お話を聞いた方がいいですよ。どういう歴史があってとか、どういう品物でとかっていうのを知ったら、よりなんか全ての物事が楽しくなるんで。あ、
あとうちのメガネに関してはサングラスも含めて、はい、いつでもレンズの交換っていうのを受けたまわってるので、はい、ご気分に合わせてだとか、あ、色を変えると、はい、季節に合わせていつでもレンズを選びいただけます。すげえ。それ1回いくらなんですか？最初の1枚のレンズがフレームに込みですね、はいはい、含まれてまして、はい、で、2枚目以降ですね、はい、が、1セット8000円からヴィンテージのレンズが8000円、はい、安い。そんなレンズってしょっちゅう変えても大丈夫なもんなんですか？あ、大丈夫です。へえ。なので、春夏は濃いレンズで、はいはい、秋冬はちょっと薄めのレンズだとか。あ、それ楽しみ、はい、でうちでレンズをお預かりしておいて、はい、ご郵送いただければもう入れ替えて、はい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 、またお送りさせていただくので、一回こう横須賀まで来て合わせて買って、そこからレンズはもう郵送でやり取りができるっていうことですからね、はい、すごく便利なサービスです。いや、何年ぶりにサングラス買ったやろいや、ちょうど最近運転しててなんかすんげー眩しいなと、でサングラスかけようかなと思ったけどサングラスが家になくて、じゃあやっぱマイキーさんとかで買うかっつって。ありがとうございます。でタートだなこれはと思って、はい、では完成したみたいなので、一回かけてみたいと思います。はい、お願いします。はい、すいません。あ、バッチシッスかける、あ、全然耳気にならなくなった。ありがとうございます。どうですか皆さん、これに黒のレンズが入ります。で、この辺のちょっとしたこう歪みみたいなのも直っていくって感じなんですか？はい。じゃあ仕上がりも楽しみにしております。はい、お預かりします。はい、じゃあありがとうございます、はい、じゃあ楽しみにしております。はい、よろしくお願いいたします。メガネ買っちゃいました。ありがとうございます。スタートですでなんですけどマイキーさん、はい、もう一つお願いがありましてですね、はい、そのキャスケット、はい、これオリジナルで作れるっておっしゃってましたよね。はい、でそれを僕が持ってきた生地でできるかなと思ってちょっとご相談に来たんですけど、できそうなんですね。一度拝見しても大丈夫ですか？いいですか？このですね、おはー、これ去年古着屋で久々服買った唯一の服なんですけど、はいはいはい、カーディガンになってまして、なんか柄すげー好きなんですけど、うん、これは帽子になったら映えるんじゃないでしょうか。え、ちなみにこれって帽子とかってできるんですか？そうですね。あ、全然いいですか？はい、お願いします。はい、この生地に関しては帽子できると思います。できるんですか？はい。え、っていうことは作っていただけるんですか？もちろんです。よし、じゃあ、まあ、1個目できますということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみになんですけど、これで2つ分ってできたりするんですか？あ、ちょっとその帽子のサイズとかにも、はいはいはい、はい、できればなんですけど、今マイキーさんが被ってるよりちょっと一回りぐらい大きいサイズというか、ちょっとボリューミーな、はい、感じがいいんですけど、はい、だと間違いなくお二つは取れると思うので、で二つは確実にできて、はい、二つできるっていうことはですね、じゃあ私が一つは使います。あと一つは私ちっちゃなブランドをやってまして、ビエロビスキーヨっていうブランドなんですけど、そちらはベースの方で購入できるようになってるんですけど、そちらであと僕以外の商品は販売したいと思います。なのでできたらまた紹介しますので、そちらお楽しみにしてください。よろしくお願いします。うわ、できるんですね。いやー、ちょっとじゃあうちのブランドとしてもちょっとまたさらにかっこいいアイテムが出せるっていう感じになりましたので、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、ちょっと待って、だからヘルズマーケットさんで T シャツをコラボレートするでしょ。じゃあヘルズマーケットで物も作れる、何でもできますねヘルズマーケット。これ例えば僕以外の普通のお客様が来てもやってもらえるっていうサービスなんですよね。そこに関してはまたご相談させていただいて。なるほど、今回は特別ということで、はい、そうです、ね、あ、すいません、ありがとうございますありがとうございます。まあ、いずれは多分できるようになるんですね。そうですね、はい、そういった受注も、はい、じゃあ一発目私がさせていただきますので、もし完成したらね、まあ、何かしらの形でまた発表させてもらいますので、その辺お楽しみにしてください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも、西高一郎の最勇気、今回もご視聴ありがとうございました。ついにタートのメガネ購入しちゃいました。ありがとうございます。チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。あとインスタグラム、ツイッターもやってますので、そちらのフォローの方もよろしくお願いいたします。そしてグッドボタン、こちらもよろしくお願いいたします。では皆様、良い週末をお過ごしください。私はメガネを変えていい週末が過ごせそうです。またでは次の動画でお待ちしてます。またね、ありがとう。